ヤングドンテザト、リョウト、トシムソ、メシメガネだ。メンバーの大喜利の答えだったら分かるはず。大喜利ってのはね、どうしても個性が出るもんですよ。みんなのこと分かってますから、はい、大喜利の答え出されただけで、これはブシさんの、これはリョウの、これはトシミツのちゃんとそれを理解してるかっていうのを確認するための企画でございます。はい、今回は、うちの事務所の方から一人一個お題をもらいました。で、そのお題を自分と他の二人に考えてもらって、その本人のやつはどれかを当てるということでございます。三択になるってことですね。はい、とりあえず一個やってみますか、誰か、うん、はい、お題がちょっと難しかったんですよね、すごく。冷やし中華始めましたみたいに言うなよ。さて、なんて難しい新しいの作れってことじゃん。じゃあまず1番から。 AV のタイトルとかだと思いますね。はい、はい、焼き中でもはめました。おお。次2個目、はい、環境問題みたいな。ウユニ塩湖干上がりました。ああ、そうそう。はい、爪の人はちょっとね、雨宮さんっていうじゃないですか。それのリズムに合わせて歌ってほしいという要望があったわけですね。まあ僕かもしれないですけど、そういう要望があったからね。違うよ。ほら、誰だっけ、あの超可愛かったさ、隣の中学のさ、あー、東中の林巻です。むずいなぁ。だけで、じゃあこの1番、2番、3番から、はい、はい、じゃあまあ言えますよ、誰に頼んだかを。あー、そう、人を知りたい。はい、1人目は、はい、あの虫眼鏡に頼みました。あなたじゃねえ。ややこしいな。はい、もう一人が関根梨沙さんです。おお。そしてもう一人、パオパオチャンネルのあずきさんじゃないですか。なるほど。だから女の子から一人男を選ぶだけなんで。なるほどね。いやー、ここ当たるでしょ。いや、もうこれわかるやん。わかるな。これわかるやん。何ですか。簡単じゃん。俺もこれあずらあれだったら怒るからね。ギリはめましたらいいかもしれない。キッチンがやばい。キッチンがやばい。あずきとキッチンはダメだよ。なんでだよ。一番ダメだろ。虫さん、梨沙さん、あず。答え発表しますね。はい。僕が選んだのは1番です。おーやー、2番を、しかし僕が選んだの。選んだじゃないわ。2番をウニエンコ書いてくれたのがあずきさんです。あー、逆から。歌い上げた方がリサさんでしたね。あ、そう、歌い、あ、そっか、よく考えたらそうかもしれない。特化しすぎだよ、男。男しか笑わせてないやん。というわけで、まあこれは例題みたいな感じなんで、そういった感じで他の人たちを進めていってください。はい、はい、できました。はい、僕のお題がですね、このサンドイッチ斬新すぎ、どんなサンドイッチ。難しい、難しいお題。高岡さんのお題がキレキレ。じゃあ早速いきます。はい、割と大きな声でサンドイッチあいうえお作文を言わないと食べさせてくれない。おお、うん、いいんじゃない。考えられね。美味しい産毛が生えている。バカに聞いたね。これバカに聞いたな、ね、パンとパンの間にパンが挟んであるサンドイッチ。パン。メンツは言わずに行こう。え、お、逆にか。でも今日のだけ当てればいいんだよね。これはないでしょ。なんで。え、でも悪いご人があるな。じゃあ悪くないじゃん。なんで悪い人いる。これはちょっとなんか遠回しだから言わなそうかなと。でもあんまり長い分で大喜利勝負してこない。多分これは違うと思うよ、これは。え、なんで。言ってやる、なんでか。あんま面白くねえからだよ。おい、おい、どう、じゃあどう思った、これ。いや、なんか意味わかんねえなと思って。あー、難しいな。まあ両サイドどっちかだな。両だけにね。まあ、やめろよ。優しいと間違えてよかったじゃないか。はい、じゃあよくの答えは、おいしい産毛が生えている。正解。よかった。素晴らしい。こっちは夕闇の小柳さんですね。あー、ね、あー、やっぱ、そう、選んだ、涙に来てる感じ。これ、よかった、さっき笑ったけど。よかった、よかった。で、これは、哲也の母です。おお。なんで哲也の母が個人的に LINE してんだよ。2問連続正解として、じゃあ、まあ、こうなったらね、もう全問正解したい。行きましょう、行きましょう、行きましょう。お題はですね、はい、10年後の自分が緊急、緊急と言いながら現れた。さて何があった？おー、癖あるお題やな、また。癖あるですよ。じゃあこちらもいきますね。はい、はい、やっと大喜利の答えが思いついたから伝えに来た。おー、おもろい。2個目、さらに10年後の自分からこの世界を救えるのは10年前の自分と聞いてやってきた。うわー、おもろいな。うん、これはちょっと難しいから、としみつじゃないな、多分これ違うね。なるほど。ちょっとバカにされてんだからね。はい、3つ目、誰か持ってくんないの、これ。責任には気をつけろ。え、え、なんだなんだなんだ、やばい、わからん、これは。うわー、3つ目やばい。トシミツ調子いいと多分こっち思いつくんだよね。うん、だからトシミツはこれ言うわけだね。確かにトシミツが責任って呼び捨てにしたらそれは説教だわ。
セイキンさんを呼び捨てにできる人物ってなるとなかなかじゃない。これが気になるよ。それがめちゃくちゃなんかあれ綺麗なやつかって。まあ一回都市密がこれかどうか確かめてみる、うん、はい、じゃあ都市密の答えは、やっと大喜利の答えが思いついたから伝えに来た。私の答えはこれじゃありません。あー、マジか、しまった。これなんで当ててくれない。これでしょ、さすがに。じゃあこれこれです。あー、あー、皆さん私を褒めていただいてありがとうございます。頭いいやつって言っちゃった。で、ちなみにこっちはもうちょっと俺の後輩の、あ、素人ですね。あー、後輩なんだ。へえ。無礼なやつね、間違いない。あ、無礼タイプ。無礼系か。無礼タイプ、無礼だね。正解はアバンティーズのエイジです。いたわ、おったわ、一番怖いわ。こいつ僕の後クソメガネちゃんできた。というわけです。いやー、楽しかったな、僕の答え。面白すぎちゃうよ、私。面白いよ。困る気がもっとつまんなくないと。いや、怒っていいんだよ。なんだよ、怒りなさいよ、今日。できました。はい。はい。これもお題がむずい。もう、インスタ映えする川柳、五七五を作ってみます。むずい、むずい、むずい、それ。一つ目、こちら。ででん。生えてるね。でも実はこれ、100枚目。あー、うまい。うまい。2枚目、こちら。サミダレを。集めて林、最上川。全部ハッシュタグ、ハッシュタグ出てるんだ。あー、インスタ映えということで。最上川、え、そこ、え、そこ、これは有名な句ですよ。え、これ知ってる、これ。あ、知ってるよ。おーい、伝わんねえぞ、これ。3つ目、こちら。ハッシュタグ、フロッグダイブ、フラペチーノ。フロッグダイブ、まあ、直訳で、買わず飛び込むってことですね。あー、だ、大丈夫、わかるわ。ふざけんなよ、お前。これマジでわかんないじゃん。俺え、これマジでわかんないじゃん。おー、ほら、これだろ。で、このハッシュタグつける徹夜っぽい。ぽいよね。すごい。これはね、それはスマートすぎるな。スマートだな。これね、俺、偉い人な気がするんだよな。あの、徹夜。いや、徹夜、そう、聞きそうだよね。じゃあ真ん中でいきますか。マグスさんどう？わからないわ。ねえ、私はわからない。そういうこと言わないよ。言いますね、始まったじゃん。一番右側、徹夜にしては、まとまりがない句ではあるなと思う。これ若い、若いな、私下っぽいな。でもまあ消去法で真ん中かな。おもろくはないけど、今ちょっとおもろくはないけど表情見たんですけど、年月が邪魔で見えません。真ん中でいきます。徹夜は真ん中だ。はい、よろしいですか。はい、僕の句はこれです。うわーい、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。これはなんと百均さんです。やっぱり、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、これがアホだな。外してしまったらこの人に申し訳ないので、この人のエンディング使わせてもらいましょう。俺サンダーものまでだと思うんですけど。うわー、あるな、あるね。カイトあるぞ。いや、バカすぎない、これは。カイトもっとおもろいこといい気がするんだよ。じゃあ正解発表いきます。はい、果たしてサンダーものなんでしょうか。合ってたら東海山やがなります。間違ってたらこの人のエンディングになります。さあ、東海山来い。はい、それではエンディングどうぞ。わー、正解なんとアバンティーズリコでした。あー、三の音がいっちゃった。かわいそう。まとまりがねえっつって。しかも、アバンティーズかぶりね。意外とやっぱちょけるよね。そう、ちょけてきてるね。まあ、大体当たりましたね。うん、年光だけで。すごい。いや、当ててくれや。年光は逆に調子良かったっていうことがあるんで。誰か頑張りすぎると調子狂うんでね。平常運転で行きましょうってことですね。はい。また、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。